ラブレスカフェの看板内部、ラブレスカフェは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル南西部、中道100号線沿い、ナッチェストレースパークウェイ北端に位置するレストラン。南部料理、特に、ビスケット、ジャム、カントリーハム、レッドアイグレービで知られる。USA Today、サザンリビング、フロマーズなど多くの著名な全国版の出版物で、賞賛されている。 1951年、ロンラブレス及びアンラブレスは、修道105線沿いのハーパスバレーティルームを買収し、ラブレスモーテルカフェと名付けた。当初前提のテーブルでチキンを提供するのみであったが、最終的に母屋の部屋を改築してより多くのメニューを提供するようになった。8年間彼らはモーテルとカフェを経営し、1959年、 コーデル・メイナードとステラ・メイナードに売却した。1973年、メイナード夫妻は経営権をチャールズ・マケーブとダナ・マケーブに売却した。1982年、彼らの12歳の息子・ジョージがフルビジネスパートナーとなった。彼はハムジャムとして通信販売業を開始し事業を拡大した。1985年、モーテル業を停止し、 客室14室は通信販売部、倉庫、特別室などに改装した。2003年、地元グループに買収され、2004年2月、改築のため一時閉鎖された。5ヶ月かけて新たなキッチン、トイレなどの改装及び、座席の増加を行った。モーテルであった建物のうち2軒は、ハムジャムカントリーマーケットと、ラブレスモーテルショップとして使用されることになった。 この年の終盤、この改築によって、フリーペーパーのナッシュビルシーンより、批評家が選ぶ最優秀再生団大賞を受賞した。全国版の多くの出版物で紹介されている、ラブレスカフェのビスケット夫人として知られる、キャロル・フェイ・エイリソンは、レート・ナイト・ウィズ、コナン・オブ・ライエン、マーサ、トゥデイ・スローダウン、ウィズ・ボビー・フレー、ジ、アーリー・ジョー、 エレン・デ・ジェネレス賞など多くのテレビ番組で南部料理を披露している。1993年 ABC のホームでアメリカ最高のカントリーレストランと紹介され、2010年フードネットワークから最優秀ビスケット賞を与えられた。多くの著名人がラブレスカフェを訪れており、サイン入りの写真が入り口に飾ってある。NBC トゥデイのウィラード・スコットは、 世界一のビスケットと語り、マーサス・チュワートは、これまでの人生で、最高の朝食と語った。カントリーアメリカ市には、アルゴア、アン王女、その他、皆が名を知るカントリーのスターたちがラブレスカフェの赤白チェックのクロスがかけてあるテーブルに椅子を引き寄せていると記されている。ラブレスカフェのビスケットラブレスカフェでは、南部料理を提供しており、中でも、最も有名なのは、 ビスケット、カントリーハム、レッドアイクレービである。ビスケットのレシピはアンダブレスにより考案されたもので、現在でも企業秘密である。材料のほとんどがテネシー州内で生産及び製造されており、すべてのメニューが素材から作られている。毎日、1日中朝食メニューをオーダーすることができ、朝食以外のメニューは午前11時から閉店までオーダーできる。 また大規模なグループのイベントには、ケータリングも可能である。建築家シーブ、タック設計で、敷地内に4800平方フィートの、イベント会場となるラブレスバーンは、ナヤの意が建てられた。2009年に開業し、毎週水曜夜7時から、ライブのミュージックシティ、ルーツフェスティバルが行われている。ラブレスバーンは、最大1000名を収容でき、パーティー、ー 結婚式などにレンタルすることができる。ありがとうございます。